ってきてますね。で、先ほどはゴミ捨て場かな、そこのボックスにゴミを捨てる時の音、それは非常にうるさい。次々集まってきよう。申し合わせたかな。逃げよう。もう いつも撮影始めたらこれで、もう誰も春山聖子地に来なかったらよい。簡単なこと。あたりの大胆配置もで、淡井圭介の呼び出してる人間だけが来たらいい。で、今外から亡くなりましたっていう挑発行為で人の皮膚とか取ろうとしてた連中、まあ、あいつらが仕事なんかせんかったように、これで淡井圭介が怒鳴った瞬間、警察がまたあの黒い服ね、もういつもあいつやから、今度顔隠してもう撮影終わってるよ。今度老人や、もともと淡井圭介に介護職か何かしてて喧嘩持ってきた人間ちゃうかな。車ですぐ集まってきよう。もうこの辺の地域、いろんなところに潜んでる人間とかと同じ。今歩いてる男は永田工業高等学校の同級生だったに、年間わからん。この距離じゃ顔はわからん。